カルカカ藩の戦いは、1223年に、ジェベ、スブタイ両将軍率いるモンゴル軍とポロ別、ルーシ連合軍との間で行われた戦い。連合軍は数で上回っていたにもかかわらず、モンゴル軍に惨敗した。1206年にモンゴル高原を統一したチンギス艦は、周辺の聖火や金といった国への侵略をはじめ、 1219年には中央アジア遠征を開始した。当時中央アジアを支配していたホラズム社長は、生前と侵入してきたモンゴル軍に敗北を重ね、国王アラウッィーン・ムハンマドは、アム川を越えにしへと逃走した。チンギスカンはこれに対し、いわゆる四区のうちの二人、ジェベトス部隊に、ムハンマドの追悼を命じた。命令を受けたジェベス部隊上将軍は二つの批面を、 引いて、精神をはじめ、1221年にはグルジアまで、進んだ。肝心のムハンマドは1220年に、カスピ海中の島ですでに隠ししていたが、両将軍はさらに進撃を続け、カフカース北陸の遊牧民レズギ人、アラン人、チェルケス人などを破り、キプチャク草原に入った。この事態に、キプチャク草原の遊牧民ボロベツ族は、 北西方面に避難を始め、ルーシに援助を求めた。ポロベツ族のチョコチャンカンの娘を妻にしていた、ガーリチコウムスチスラフが説得に応じポロベツルーシ連合軍を組織した。連合軍は東へ進み、アゾフ海の北岸、カルカ川の下半で、モンゴル軍を迎え撃った。モンゴル軍は事前に、ポロベツ族の一部や、放浪民と総称される、特定の領主を持たない。 ルーシ人を味方に引き入れていたものの、数量ではまだまだ劣っていた。しかし、もともと急増の連合軍である上、大軍であるおごりもあって、ボロ別ルーシ連合軍は偽って、退却を始めたモンゴル軍に対し安易に攻撃を仕掛け、戦線が伸びきったところで逆に、モンゴル軍に包囲され大敗を喫した。モンゴル軍は敗走する連合軍を追ってなおも進んだが、 1223年のボルガブルガール侵攻に失敗した後、チンギスカンの率いる本隊が、モンゴル高原への帰還を始めたのに合わせて、キプチャク草原を去った。指揮官であるジェベ、スブタイのうちジェベは、モンゴル高原に帰還する途中病没するものの、スブタイは1236年に始まるバトゥの生成で、副昇格として、再びキプチャク草原に戻り、 本格的にルーシに対する制服に取り掛かることになる。ありがとうございます。